秀吉は一里もの長さの大堤防を築き、高松城を丸々湖に沈めてしまいました。また大掛かりな策できたね。心から檻にかかってきたか。この戦いに敗れれば心理的なものが大きいですね。おそらく毛利家は雪崩を打って崩壊するでしょう。逆に言えば毛利を一気に片付けないとならない、そういう事態に秀吉は追い込まれているとも考えられる。織田家の急激な勢力拡大も限界を迎えようとしている。この一戦をしのぎ切ればおそらく破裂する。破裂したらどうなさるおつもりですか、父上。信長亡き後に訪れるであろうさらなる乱世を、著作をほったらかしにして天下を狙われるなら私は少し寂しいですね。天下への仕事のために我が子は犠牲にできないか。そこについてはうちの優しい軍師殿に託そう。ま、とにかく毛利には後がない。今は勝つことだけを考えよう。木津川口の戦いで織田軍を撃退した毛利軍だが、その後は織田の勢いに押されて劣勢となる。信長は切れ者羽柴秀吉を毛利攻めの大将に任命。秀吉は次々と毛利領を切り取っていった。やがて秀吉軍は高影の腹心清水宗春の居城備中高松城にも迫る。秀吉の軍師黒田官兵衛考案の水攻めを受け、もはや備中高松城は風前の灯火であった。そして秀吉の背後には毛利にとどめを刺すべく京で出陣の機を待つ魔王信長がいる。毛利家は絶体絶命の危機に直面していた。天神の将備中高松城の戦い。一生は夢の間なれば。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。隠居っぽいね、お互い。
さすがは勘弁、鉄壁の包囲陣だね。まずは本陣にすべき場所を確保しようか。さらに堤防前の砦が適当かと思います。前方を二手に分けて進ませましょう。一方が砦で塞がれる敵軍の陣営方面に誘導し、もう一方が東側へと砦に侵入を試みるのです。承知しました、お重。今日私は東側より砦に進みます。敵に知られては困ります。急ぎ追撃しましょう。うわっ、ありゃ毛利の援軍じゃね。しゃー、なぜ俺様が追っ払ってる。しゃー、僕の手だ。敵の邪魔はさせねよし、確保した砦を本陣に紹介。守りは照本に任せ、総大将だからね。次は南東砦を落とし、外周一帯を確保してしまいましょう。今であれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。宗春はもう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。早く助けないと取り返しがつかない。僕の手だ。小舟に乗せて逐次搬送しましょう。うん、小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。こちらからも援軍に兵を割きます。本陣守備は万全なので心配ありません。これで包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に向かおうか。敵もすぐに我らの動きに気づくはずで、急ぎましょう。宗春を死なせてはなりません。あれは毛利軍。大変だよ、後ろから敵が来てるよ。とて無駄なことだ。この絶望的な状況下で何を。正則のバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。我が手勢に動かすとし、市街地より堤防の外へ橋を架ける。毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払う。敵あ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。なんか足止めされても強撃の火を一新する。それに梅原の命を急ぐ。
奴らが来なければ上司の命一つで終わったのに、いつ何が起こっても不思議はない。悠長にはしておれんな。私にはあなたが何かが起こるのを意図しているように思えたのです。そう思うならば、ケイも来たるべき何かに備えておくことだ。今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、
次に相まみえるとき、彼らが敵であるとは限りませんから。この度の戦は勝てたな。次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます、羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいてでは。毛利は持ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川高影はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しや。信長様の敵を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。